このスバ。カズマ、みんなと一緒なんて珍しいな。最近忙しかったからな。久しぶりに本業に戻ってクエストにでも行こうと思ってな。それはいいことですわね。よろしければこのお菓子を持って行ってください。クエスト中にお腹が空いた時に。食べたら激辛でのた打ち回るとかだろ。会って早々いたずらを仕掛けようとするな。そういうリアたちはどこに行くの？施設で披露する歌の練習です。メルちゃんたら子供たちにすごく人気なんですよ。カズマと一緒にクエストに行けてよかったわね。特にメグミンは寂しそうだったし。そんなことはありません。ですが、まあやる気になってくれたのは良かったです。このままではパーティー解散の危機かと焦ったものだ。しかしカズマも心を入れ替えてくれたのだ。俺が怠けてたみたいな話にするんじゃない。仲間との親睦を深めるのは大事なことだ。それじゃあ頑張ってくれ。では参りましょう。里帰りも兼ねた新たなるクエストに。このスバ。ピーショー。来たぞカズマ。早い早いぞモンスターめ。その熱い視線も望むところだ。さあいつでも来い。さすがはコウマの里近くに生息する突撃高飛び。硬さへの執着も走る速さも段違いですね。余裕ぶって解説してる場合じゃないぞ。アクア、メグミ、魔法の準備。了解。よし、いけたくです。その突っ込んでくる奴らを止められるのはお前だけだ。仲間には指一本触れさせない。私を壁に使ってくれ。やだだだだ。これだこれだ。久しぶりの感覚。
鳥の群れに突撃されるなど、止まらん。なんて声上げてるんだ。ヒール、ヒール。よし、いいぞ。モンスターたちがダクネスに集まってきた。カズマ、撃っていいですか、撃っていいですか。敵に撃つなど久しぶりすぎてもう我慢が。いや、やいだろ、もうちょっと待て。俺が撃てと言ったら。たちといるときに打つ爆裂魔法は格別です。うわ、怒ったモンスターたちがこっちに来る。ほんと、こういうの久しぶりだよ。あんま味わいたくないけど。何落ち着いてるの。なんとかしてよカズマさん。カズマ、いい加減許してくれませんか。先ほどは興奮してしまってつい爆裂魔法がですね。いやだ。というか、こうして背負ってやってるだけでも感謝しろ。結局残ったモンスターを倒してこんな時間になったんだし。まあカズマ、久しぶりのクエストなんだから多めに。結局一匹も倒してない人は黙っててください。ってば、さっきからイライラしすぎよ。みんな無事だったんだし、よかったじゃない。どこまで堂々と開き直るんだお前は。疲れたし、飯でも食って今日はさっさと休もう。で、なんか里が騒がしいな。何があったんだ？モンスターも倒れてるわね。これコウモリ？ああ、みんなよく来たね。実は先ほど襲撃があったんだ。あれ、襲撃とはどういうことなのだ。
君たちが来る少し前のことだ。こいつらがいきなり攻めてきてね。コウマの里に攻め込むとは、なかなか勇気があるコウモリですね。ああ、当然返り討ちにしたさ。コウモリを率いたサキュバスは逃がしてしまったがね。サキュバス？まさかカーラが！それよりも、このコウモリをどうすればいいか。米粉は食べると言っていたが。バッチリわよ。もっといいものを食べましょう。米粉にお土産も買ってきたんだから。土産の肉を見たら米粉もさぞ喜ぶだろう。カズマ、先ほどから黙り込んでどうしたのだ？カズマ？悪い。ちょっと気になることがあって。コウモリが襲ってきた時のこと、もっと詳しく聞かせてくれるか？いいだろう。我らが武勇に耳を貸すがいい。まさかカーラがこの里に来たなんてことはないよな。里を襲う理由なんてないだろうし。この巣場